さあ、もう1月もこのあたりになってくると、うん、お正月気分はもうすっかり抜けてますね。さすがにね。ね。引きずらないですね。ないね。ないですね。今日の、いでたちを見てると、もう、本当に、米安が珍しい、レンガ色ですかね。レンガ色というか、柿色は、柿色パーシモンね。パーシモンのね、セーター。金ちゃんも今日は赤を、うん、そうですね。はい、着てきております。今日はだいたいこんな感じ赤ですよね。赤系だよね。ダメだ、白着るやつ。ね、白着る。気がしないもんね。僕は今日はベージュの編み込みを着ておりますけども。びっくりしたわ。それにマフラーまでしてますよね、今日。はい、今ね、マフラーもう忘れてました、取るの。あ、やっぱり。はいはい。場所間違えてるやん。取ったら今マスクまで隠れてた。これね。ちょっとやめてくれ。最近黒いマスクを一回してみようと思う。ああ、はいはい。白マスクずっとしてたんで、みんなしてるでしょ？うん。でもね、アジア系行くと、うん、もう去年あたりから、そうらしいね。中国とかも黒いマスク、うん、ピンクのマスクとか、うん、カラフルなマスクあるんですよ。うん、そうそうそう。すごいですよね。で、それがね、ファッションに、なっているってるんだ。ということや。ちょっと一回やってみようかな。それは多分さ、うん、若い人はそれがファッションになるんですよ。おいおいおい。僕たちはどういうのやったら、絶対カラステングって言ってたんですよ。おいカラステングで、それでマイク、ね、人が何人ぐらいいるのかな。いやいや僕たちの人はみんな知ってるやつ。すごいわ。まあそんな感じで今日もアリスは集まっておりますけども、うんはい、実は明日、明後日は、東京国際フォーラムの 2days そうですね。もう東京のもうフェアウェルね、うんうんはい、2日間になるんで、ね、気合を入れて、頑張っていこうかなというアリス3人でございます、はい。今日も元気にスタートしたいと思います。はい、それじゃあ行きます。NTS ヤングタウン、うん、さあ、お便りをいただいております。ありがとうございます。紹介しますね。ラジオネーム金曜日が大好きさんからいただきました神戸市灘区ですね、はいはい。アリスの皆様こんばんは。こんばんは。毎週金曜日の放送が待ち遠しく欠かさず聞いておりますよ、うん、と。阪神淡路の大震災から25年が経ちました、うん、早いですね。アリスの皆様はあの日どのように過ごされていたんでしょうか、うん、早朝5時46分激しい揺れに目覚め、気の身気のままで、なんとか外へ出た頃はまだ真っ暗、一体何が起こったのか理解できず、だんだん明るくなってくると周辺の建物はほぼ全滅、JR の駅までが倒壊し、変わり果てた神戸の街にただただ涙が溢れました。公衆電話の長蛇の列に並び、家族全員無事であると親戚に伝えました、うん、近所で火災が発生し、消防車が到着しても水が出ず、悲惨な光景も目の当たりにしました、うん、1995年1月17日、私の人生の中で最も寒くて長い一日、決して忘れませんという。いや、あれは衝撃的でしたよ。25年前。25年になるんですね。あの日は、米安はどこに？僕は東京にいて、うん、その日はね、うん、ディナーショーがあった日だったんですよ。うん、あの、1月中の中の。うんうん、行きましたけどね、うん、どこまで行ったのね、東京の。浜ちゃんとかまっちゃんとか卒業した学校の近くですわ。尼崎ですね、と。尼崎やね。うん、うん、そうなんです。あ、そこはもう無事やった。いや、そこは無事だったです。ああ、そう。で、オーナーさんがね、いや、ちゃんと責任取って、ちゃんと行かないと。で、その方もヘリコプターで来られたんですよ。昨日、昨日まで。あ、そう。チャーターして。うわ、なんか、東京にいるとね、うん、なんかニュースでしか見れなくて、うん、ただやきもきしてるだけだったりする。金、うん、ちゃんは？僕はちょうどね、うん、その日早起きして、うん、たまたまね。たまたま早く起きちゃって、うん、テレビつけて見てたら、うん、地震があったって聞いて、うんうんで、その時はまだ全然その、大規模な感じで分かんなくて、死者が二人とかなんか言ってて、そうそうそう、一番最初のやつ、そんな感じで、それで、うわ、でも一応死者も出たんだと思って、うん、でもあんまり大写しにならなかったら、うん、こう、いっぱい倒れてるところがね、うんうんうん、それで後でだんだんでっかくなってって、はいはいはい、うわ、これ大変なことになったと思って、明け方だったんですよ、ね、5時、6時前ですね。いや、よく考えるとね、うん、それ報道は、もう入れないわ。そうだよね。ね、あの状態だと、ね。報道したくても、そう。後で分かる。だからヘリコプターかなんかのね、うん、撮影だから、はい、あんまりこう、大写しにならなかったんだよね。なるほど、ね。そうなんだよね。僕はね、うん、名古屋にいたんですよ。名古屋にいた、うん、それで名古屋の街の真ん中に行って、はいはい、そのホテルのビルの真ん中ら辺の階にいたんですけど、うん、横揺れが。やっぱ来るんだ。来たんですよ。ドーンって。相当大きかったからね。それで、何々何と思って、
目が覚めたぐらいですから。いや、わかるわかる。それで、あ、これは大変と思って、すぐテレビつけたら、うんうんうん、やっぱりその金ちゃんと同じような、うんうん、報道が出てて、ちょうどあれフェスティバルホール近くの朝日新聞かなんかのビルかなんかの絵が映ってて、ガラスがパーッと落ちてくる写真、それは見えてたけど、うん、いやその程度はそれは落ちるやろうと思って、うんうんうん、内容を知らないもんだから、うん、後でそんなことになってるなんて、うん、びっくりしましたね、うん、いやその後もどん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 被害のね、いやいやいや、実情がこう出てきて、うん、その我々はもう本当に育ててくれた、ね、町でもあったんで、うん、なんかこう気を揉んで何ができるだろうかってずっとして、うん、でもその時の思いがきっかけになって、ね、アリス再結成というところにやっと、うんうん、はい、アリスを向かわせてくれたというきっかけにもなってるんで、うんうん、大きい出来事ですよね、はい、あのその、うん、確かね3日後ぐらいだったかな、僕はあのベトナムへ行くことになってて、うんうん、それで伊丹空港から、うん、ベトナム行きの飛行機乗ったんですよ、はい、そしたら一回北向いてずーっと飛行機が飛んでって、うん、神戸のあたり上空から旋回しながら、うん、左へ向かって南下していくんですね、はあはあ、その時上から、うん、もう本当に見えますね、神戸の街がね灰色だったんですよ、うわ辛いなそれ、いやもうね、ただあのなんかこう飛行機の窓から涙がねボロ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 流れてきて、うん、いやわかりますわかります、なんかこう切なくて苦しくて、うんうん、なんかその記憶だけがもう鮮明に残ってるんですけども、うん、でも去年の、アリスの、全国ツアーの初日も、はい、ね、新しくなった国際会館からスタートできて、うん、本当にあの神戸の人のみんなのエネルギーと、うん、全国各地から寄せられた、みんなの応援でね、うん、こうやって街が復活していってるっていう、なんかこうことだけでも、うん、そうですね、本当に、うん、あの前向きにこう考えていければいいなと、うん、もう忘れることはない、1月17日、うん、はい、この後また中越地震があったり、その後また東日本の震災があったり、東日本も大きかったです、また。もう、この後何が来てもおかしくないというような状況が、この後も続いていきますけどね。日本ってそういうね、国だからね。そうだね。何でも一番最初に起こる、いろんなことが最初に起こって、日本がどう対処して、どう乗り越えていくかっていうのを、こう、世界中の人に、こう、見せる、うんうん、なんかそんな役割がね、うん、かもしれないですね、あるのかもしれないなと思ったりもしております、うんうんうん、はい、さあ、それでは今日の1曲目、はい、リクエストをいただきました、ありがとうございます、ちょっと待ってね、はい、でどっかに混ざってもう、ね、混ざってありました、ちょっと混ざりました、見つけましたよ、青毛バトウトシ和菓子のあんという、方からいただきました。チンペイさん、ベアン、キンちゃん、こんばんは。こんばんは。毎週お三人様のグダグダトークに癒されております。うん、この頃、アリスの曲で、英語の部分は何と言ってんですかという質問がよくありましたよね。それでふと思い出したことがあるんですが、うん、私が高校3年生の時にチャンピオンが大ヒットしておりました。うん、ラジオから流れてくると一緒に歌ってましたが、うん、You are King of Kings のところが何と言ってるのか分からず、友人に聞きました。すると友人は自信たっぷりに、弱気は禁物。あ、やかましたわ。全然違うとこ行ってる。と教えてくれたんですと。うん、なるほど、うん、真のチャンピオンに大切なことは弱気は禁物なんだ。そうそう、引いたらあかん。アリスはいいこと言うなと、うん。私も何事も強気でいかなくちゃと感動したものでした。なるほど。その後、レコードを買って歌詞カードを読んでびっくり。うん、弱気は禁物じゃない。しかも英語。それなのにしっかりとインプットされ、今回のアリスコンサートでもついつい弱気禁物と歌ってしまっております。東京フォーラム 2days 大阪城のファイナル行きますよと、やっぱり弱気は禁物と叫ぶかもわかりませんというお便りをいただきました。ねえ、50歳からはお得に JR で旅行ができるんだって？大人び会員ね、インターネットから無料で入会できるらしいけど、でもネットでなんて。そんな人に大人び簡単ガイド。え？大人び簡単ガイド？入会登録から会員限定のお得な切符の買い方までネット操作をサポート。あ、できた！簡単！詳しくは大人びで検索。 JR 西日本。やんちゃんオーケー。
米安のあの時君は若かった、あの時君は若かった。やってきました。米安のあの時君は若かった。はい。今回は1986年昭和61年ということですが、うん、今から34年前という、うん、ちょっと前の感じですね。僕と金ちゃんは36、7歳、はい、金平さんは37、8歳ということで。うん、なるほど、なるほど、ちょうど僕は愛しき日々を歌ってた、はい、ちょうど年ですね。そうか、そうか。青山劇場で金平さんはコラソンで。開始しました。ロングリサイタル、ね、はい。そういうことでございます。はい、お便りを頂戴いたしましたけど、この方は、京都市伏見区のラジオネーム、ナイスですね、はい、さんでございます。アリスの皆さん、こんばんは。こんばんは。去年めちゃくちゃ話題になった、全裸監督という映画をご存知ですか？全裸監督ね、はい。アダルトビデオの帝王と呼ばれた、村西監督を描いた、うん、とても面白い作品でした。うん。ベアもちろん見てますよね。いや、見てないんですよね、これ。あ、見てないな。脇毛女優として一世を風靡した、黒木香織さんのことも描かれていました、うん。そんな黒木さんのデビュー作、SM っぽいの好きが大ヒットした1986年のことを教えてくださいということです。ナイスですね、ということですけども。ね、まあ、この年ですよ。はい。バブル景気が始まった。いよいよね。景気が良くなって、良くなってます。みんなが。異常でしたよ、これ。ね、うん。みんなが変になっていくきっかけだったんですね。そのあたりから始まって、90年あたりまで。そうです。という、ですから、はい、もうあっという間短いんですよ。本当バブルです。これ、うち、ちょうどお店をオープンして1年目で、うん、もうだからそのバブルが始まるのを、もう、だんだん銀行員とかね、証券会社の人が来るじゃない、うん、そしたらマンション金から全部上がるから。すごい。みんな言ってるわけ。今のうち買っといた方がみたいな。そうそうそう、いいよ、いいよ。あ、やっぱり。それで大阪から3億かなんか持ってきて、うん、その人もいて、大きい話、それで今日はマンションあそこ買った、こうって買って、それでまたすぐ1ヶ月後に売って何千万って儲けてとか、そういう話が飛び交い始めた時を知ってる。それはね、麻痺するわ。もう、みんなが、全員勘違いしてた時代です。このままもうずっと続くんじゃないかと思ったね。あの続かな。続かない。続かない。いいことは続かないね、なかなか。すっごい来るもんね。ほんと4、5年間だけだったんだよね。うん、オーストラリア僕ちょくちょくずっとまあ17、18年続けて行ってましたけど、あんな田舎のエリアにね、市内から、シティから1時間半ぐらいかかるゴルフ場でも、ここは大映画持ってるんです。と言ってそう。すごいのもう。うわ。バブルっちゃって。すごい時代だったね。もう世界中をもう変えた時代だよね。うん、日本だからお金があれば何でもできる。うん、と勘違いした。勘違いしたし。違うのよ。心も言いましたよね。そのきっかけ、きっかけの年なんだね。年ですよ。86年ということで、うん、はい。イギリスの皇太子夫妻来日でダイアナフィーバー。そうか、ダイアナさん。かわいい。綺麗でしたね。もうなんか、絵に描いたような。うん、そう。ね、かわいい。プリンセスでしたね。後々ちょっと悲劇のね、主人公になってしまいましたけど。ね、はい、さあ、ソ連ではチェルノブイリ原発事故がありました。86年の、昭和61年の年でございました。伊豆大島の三原山が大噴火、うん。全島民が避難をいたしました。はいはいはい。さあ、これはもう、ハレー彗星、うん。76年ぶり大接近。ということはまた76年かかるんですか、うん、今度はいつ来るの晴れ。ねえ、まだもうちょっと先。だから、もうちょっと先だと思うけど、我々がもし生きてる間にまた、もし来る、うん、来る来ないの来ないね、絶対来ないと思う。うん、冷た。冷たって。あんた見してくれよ。晴れぐらい。富士フイルムの使い切りカメラ、映るんでーす、うん、いやいやいや。発売ありましたねー。インスタントカメラこんな最近ね、カチャカチャ言うだけや、うん。今野菜が使い切りになってるよね。あ、そうね。野菜も4分の1で売ってたりとか。
使い切りサイズってやつ。おっちゃんがめちゃくちゃ用意してるやん。そうやろ。いや、スーパー好きだもんね。市場よく知ってるな。キャベツも今4分の1カレー。おいおいおい。キャベツ出てきたよ。奥さん出てきましたね、カレーキャベツ。みんな知ってますね。そうすごいな。だから玉系が。玉系玉系ね、うん。それが4分の1とかなってるけど、このキュウリとか1本ものは、別に1本買えばいいわけじゃない。うん、そうそうそう。バラ売りはね。ね、バラ売り。キュウリ切られたら怒るわ。でしょ。それはなんか、イボイボとか綺麗にしてね、とか。そうだよね。何を言ってんのよ、キュウリね、こう噛むってやつね。キュウリ夫人や、はい、サントリーモルツ。お、サントリーのモルツですよ。この時のね。これ大ヒットしましたよ。これ、うん、僕、これはね、うん、あのすごいと思うのはね、うん、昔サントリーってさ、ビールでは4番目か5番目でさ、うん、はいはいはい、ちょっと評価がね、ねまだ、うん、札幌とほら、キリンがやっぱりダントツで。キリン、札幌朝日だったじゃない、うんうん、で、それが朝日が1位になり、うん、もう今、札幌抜いてんですよね、サントリーって。あ、そうなの、うん、おっと。すごいじゃない。すごいでしょ、でもそのうちまた、うん、なんかボンと。またね。うん、また札幌さん出してくるかもわかりません、うん、札幌さん、うん、はい、モルツ確か美味しかったよね。美味しい。風味が違ってたんで。うん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 、モルツがもう、間に合わないん、もう。間に合わないの、うん、原酒がないの。原酒が。あら、だから、こう、生産がこう。いや、そんな鼻むかんといてくれ。頼むから。だから、サントリー白州ね。白州、うん、白州がやっぱりもう、原酒切れ。そう。らしいよ。うん。こんな、これほどが日本のウイスキーが、海外でもすごいですよ、評価が。ね、昔はボロクソにやれたんですよ、あのサントリーダルマ。そうね。ね、こんなウイスキーじゃないとか言われて。そうよ。日本一生懸命やってんねや。うん、やってるんだ。もう、スコッチしか、なんか認めないみたいな。そうそうそう。それは良くないね。だんだん変わってきたんですね。えらい時代ですね。おにゃんこクラブ、大人気と、おにゃんこクラブね。秋元さんや。ね、秋元さんね。やっぱ宣言の名があるというか、うん、そうね。AKB48、うん、もうまずぐーっと。秋元さん。脈々と。やっぱすごいね。すごいわ、うん。あのおっちゃん。あのおっちゃんね。すごいわ。清原さんのデビュー。うん。SF で工藤さんと活躍しました。はい。新人類が流行語大使。ああ、この頃ね。新人類ね。うん、清原さん今また構成して、一生懸命頑張ってありますよ。ね、うん、ものすごい評価ええ感じになってますよ。うん、ああ、そう、うん。もう頑張る。体二回りでかくなってるね。でかくなってる、ね、もう頑張ってるよ、キャバラ。またいいとこ見せていただきたいなと思います。うん、最後になりましたけど、うん、ビートたけしさん、軍団。ぐらいで殴り込み、はい、傘持って殴り込みに行きましたね。怒った殿が、ついに。お前たちいかこの頃はなんかこう写真週刊誌とかも結構やりたい、ね、やりたい方だったからね。これでもあったしね。限度っていうのもやっぱり、そうね、ある線引きが必要ですよ、ね、これ。やりすぎでもう、ほら。だよね。たけしさん怒った。そこそこに。雑誌社の方に、もうそら芸能人にプライベートはない、うん、ないっていう発想でやるから。うん、そうね。ズタズタですよ、ね、うん。やはり、うん。みんながだから、こう考え始めた頃だよね。うん、そのプライバシー。そう何かっていう。たけしさんは一石投げましたよね。やっぱりこのバブルのなんかこうスタートって感じがしますね。そうですね。もうサウンドそのものがバブルですよ。これさんまさん主演の男女7人夏物語の主題歌としてヒットしたんですね。これはすごいです。うわ、時代をなんか象徴してる一曲、うん。象徴してますよね。でしたね。はい。ぜひあなたの思い出の時代を、あの時君は若かったのコーナーまでぜひ送っていただきたいと思います。はい。宛先を申し上げますけど、採用された方には、ヤンタンステッカーをもちろんプレゼントさせていただきたいと思います。はい。お便りの宛先です。メールは、ヤンキンアットマーク、mbs1179.com。ファックスは点点点大阪零六六八零九九来九来何そう。おはがきの方は郵便番号530-8304 MBS ラジオいやアリスの館まで誰がアリスやねんアリスや言うとられないやったやったチンペイのちょっといい話。さあ、大騒ぎの後の静けさでございます。ちょっとやめてくれる。より静かに感じますね。より静かにね。横向いて物を書かないように。今もうこらえるのにさ、同調してもらおうと思って、あ、冷た全然横向いてるやん。もう、ちょっと助けて。さあ、今週もまたアンドレ・ギャニオンの愛に包まれてのメロディーに乗って、
って、はい、いいですね、皆さんからいただいたお便り紹介していきます。いい、奈良梶さんからいただきました。ありがとうございます。アリスの、お三人さん、いつもありがとう。ありがとうございます。病院と施設でリハビリと透析を頑張る母の話です。うん、頑張れ、家族の名前を間違えたりする彼女ですが、毎年兄と私、孫にお年玉をくれます。うん、私も結構大人なんですが、くれます。うん、毎年何買った?と私が披露するまでエンドレスの質問、うん、今年は炊飯器を買いました、うん、新しい炊飯器の機能の進歩にびっくり、うん、美味しさにびっくり、おうちご飯増えそうです、母に感謝ですね。いや、ほんとほんと、お年玉って何歳になってもなんかもらうと嬉しいもんですね。嬉しいそうでしょうね。ね、うん、いくつぐらいまであげてました、ベア。今僕お姉ちゃんは未だにくれるんですよ。あら、そう、高尾って言って、うん、あれはね、ずっと変わらないですね、うん、それでちょっとパーッと走り上げして、うんうん、働いてる時だと今年もボーナスが出ました、うんうん、少しずつです、家族で分けなさい、うん、もうあれでね、僕は東京でしょ、離れて、うんうん、もう何度泣いたことが、いや、わかるわ、嬉しくて、ね、嬉しくて、ね、うん、あのなんかこうちょっと可愛いポチ袋っていうか、うん、あ、いいですね、ね、そのあれがいいわ、どういう袋を選ぶかでその人の人柄もね、あ、そうそう、出てきますね、はい、うん、金ちゃんもなんかこういうお年玉をあげた、うん、もらった、僕あげたもらったってのもらったらも、あ、当然、うんうんうん、東京に出る前まではもらってたけど、うんうんうん、それから一度もらったことない。あげた、あげる側や、あげたこともない。あげ、あ、そう、うん、稼いでんねんから、いやいや、そう、そういうことじゃなくてなんあげる人がだって誰にあげていいかわからないの。あ、俺たちもいるじゃないの。なんかあの、そう、ね、そうじゃなくて全然育ちてる、お友達家族の、うん、なんか子供たちとかが一緒に来たら、たまたま、ね、割とあげやすいけど、大人同士だと意外と、ね、あ、ですね、うん。うちマネージャーにはあげますよ。あ、そう、なるほどね。必ず。うん、あの、歴代変わっていきますけど。うん、うんうん、あ、そう、はい。もらってるんだ、じゃあ。そう、あいつらもらってるんですよ。なるほど。本当、それ、その自分の境遇に応じて、うん、その、金銭っていうか、その、金額、金が変わるの。上下度する、うん、しないね。しないのね。大体もうない。一回出たらね、うん、あれで定着するね。前のやつが言うとるね。あ、なるほど。トムとも辞めるときもね。うん、3本じゃないよ。今度4から5やね。うわ、いやーとか言うから、あら、もうしんどいわ、稼がんと。向こうでマネージャーが首横に振ってますから。おい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 。そんな持ってないよ。持ってない。持ってない。おい、持ってるな。バサッとか。バサッと。はい。さあ、次のお便りです。はいはい。これは、ただの先生、大阪府松原市からいただきました。ありがとうございます。年末に職場のデスクの鍵をなくしてしまって、開けられません。中には期末試験の子供たちのテストや成績表が入っていますと、うんうん。翌日が締め切りでした。3日間もかけて作ったものですと、途方に暮れた私は職員室で大騒ぎ、そしてこの騒ぎを聞きつけて走ってきたのが技術課程の教師、うん、お任すでゼムクリップをちゃちゃっと曲げたり伸ばしたりすると、うん、鍵穴に差し込み、うん、30秒ほどで開けてしまいました、うん、おい、さすがの技術家、うん、考えてみれば学校の職員室はプロ集団なんですよね、うん、そうだよね、美術、うん、体育、家庭科、音楽科、うん、理科など改めて同僚たちの顔を見て感心してしまった国語科の私でした、うん、おい、はい、ちなみに私は俳句のプロですと、うん、飛鳥村資料館から委託されてネットで募集し主催しておりますと、うん、皆さん教師だからとバカにしないでねという、いや、バカにしたことないですよ、したことないよね、専門分野の人はすごいね、やっぱり先生っていうのは僕らの時代はやっぱりもう、うん、いやいやいや、ね、うん、特別なもんですよね、うん、今なんかこう、うん、先生が友達に近くなってきて、うんうんね、うん、そうなんですよ、それで、ね、近しい関係ね、うん、なんかこう先生とのいざこざみたいなのが絶えなくて、うん、あるもう先生も大変ですね、うん、あのすごい
PTA だったりモンスターがモンスターがいたりして、いるのよ、まあ、いつらも。でもやっぱりさ、昔は先生って言ったら、うん、大学出てる人じゃない、うんうん、昔大学行く人が少なかったんだよね。そういうことね。だからもうすでにそれはもう選ばれた人、今言ったすと生徒の方がいいとこ出ちゃってたりとか、うん、あそうね、なんか逆だわするから、お父さんお母さんが、ね、東大でだとか、うん、そうすると、うん、先生がそれよりもいい方と、うん、やっぱりバカにするわけじゃないですか、うん、だってなんとなくね、うん、なんとなくね、ムードがね、それからなんかおかしくなってる気がするのよ、ね、おかしいよ、おかしい、うん、ね、なんかやっぱり先生は先生なの、いつまでたっても先生は先生として、うん、やっぱりね、ある種仰ぎ、うん、尊敬するっていう、それが一番大事だと思うね。そこはやっぱり先生も努力しないとね、うん、そうね、そうなんだ、ね、ほら、うん、失敗するでしょ、うん、そうあるのよ、ね、盗撮したり痴漢したり、そういうこともするから、また逆に尊敬されなくなるというか、そういうこと、全員が捨てるわけじゃないけど、うん、何でもほら露見するから、ね、だってもう10万人いたら、うん、その中の一人がそうですよ、ね、したとしても10万人みんながそういう目で見られるんですよ、うん、本来は、ね、本当に先生になりたいという人がなんか減って、ね、うん、しまうっていうのが、うん、かといっていい先生もいっぱいいた、びっくりするよ、僕たちの頃いい先生ばっかりだもん ね、 ね、泣かするよね、このコーナーではやっぱりいい先生のお話を、うん、もうたくさんね、お願いしますよ、皆さんに伝えたいと思いますね、はい、なごむさんです、はい、ありがとうございます。バスに乗ってたら、うん、座ってた男性が小声で携帯に出て何か話した後、うん、結構でかい声でよっしゃーと叫んだ、なんかあったんやな、車内のびっくりした目が集まったのに気づいたのか、うん、急に顔真っ赤にしてペコペコしながら、うん、すいません、妻が今出産して、とするとバスの運転手さんが、私安全運転時間厳守を心がけておりますので、残念ながらスピードは出せませんがおめでとうございます、安全に時間通りお客様方のお父様をお運びいたしますと放送をかけた、粋な計らい、男性の近くに座ってたおばあさんが男性に話しかけて、おめでとうねと、ありがとうございます、子供は可愛いわよ、大事にしてあげてねと会話してた、いやいい、病院前のバス停に着くと男性はすみませんお騒がせしましたありがとうございますと運転手さんに言って、こけそうになりながら降りてダッシュしていきました、しっかりね、いいもの見ました、いやいいわ、運転手さんも気が利いてるわ、日常にねこういうことが実はいっぱいあるはずなんですよね、なんですけど見過ごしてるんですね、悪いものばっかりニュース流すから、あれいかにね、いいことも何も流さないと、でも考えたらさ、ニュースって日常ではないものが出てくるからニュースなのよね、でもなんか見てる方はそのニュースが日常のように思ってしまうというか、そうだね、そうですね、だから特別なもんだから、そうなんです、うん、それ見てる方ってなんかやっぱり麻痺してしまうんで、うん、心して怖いですよ、報道っていうのはこれは特別なものだってことですね、そう思わないといけないなと改めて思います、うんうん、はい、最後にもう一つラジオネーム大阪府スマートを夢見るトドの妻さんからいただきました、うん、ありがとうございます、私のちょっといい話ですが、はい、夫と交際していた頃のお話です、うん、私の両親、特に父からは交際自体猛反対されていました、うん、そのため私が社会に出るようになってからは実家の和歌山に戻り、うん、彼は大阪と、うん、ちょっとした遠距離恋愛をしておりました、はい、ある年の年末、和歌山でカウントダウンに行くことになりましたが、夜遅くに男性と二人で行くとは言えず、うん、友達数人で行くと嘘をついて行ったんです。楽しい時間はあっという間に過ぎ、彼を電車の走っている駅まで送って行った後、少しでも早く家に帰るために阪和自動車道という、交通量も電灯も少ない真っ暗な高速道路に乗りました、うん、それが間違いだったのですと、うん、運転している途中からヘッドライトの明かりが徐々に暗くなってきているように思い、うん、待避所に車を止めたんです、うん、するとエンジンが止まり、それっきりかからなくなってしまいました、うん、そうです、バッテリーが上がってしまったんです、バッテリーなー、私は両親に嘘をついて出てきていたのでパニックになり、車の中にあった懐中電灯を持ち車の外に出て振り回してしまったんですと、一台の赤色の自動車が止まり、どうしたと声をかけてくれました、うん、当時の私より5歳ぐらい上のご夫婦かカップルでしたので、うん、現在は55歳ぐらいになられているでしょうか、バッテリーつないでみようか
でもこの短いケーブルしかないんで、となんと高速道路なのに方向転換して私の車の前に自分の車の前の方が前方がつくように止めてくれたんですね。無事にエンジンがかかると、どこで降りるのと、そこまで後ろついていくからゆっくり走ってと言ってくれました。別れ際に私がお礼をしたいのでお名前と連絡先を教えていただけませんかと言うと、そんなことはいいから、また誰かが困ってたらその人にしてあげてと言ってくれたんです。いい人やな。私はその言葉にただただ驚きでした。この話を夫にしたら、若い女性が真夜中に一人で、泊まってくれたのがいい人だったからよかったものの、そうだ、背筋が寒くなりました。ちゃんとしたお礼も言えないままずっと心残りでした。もしこのヤンタンを聞いているなら、かすかな願いを託し、この場をお借りしお礼を言わせてくださいと、このヤンタンを聞いてくださってるような気がしますけどね。そうですね。あれからすぐにブースターケーブルを買い、まだ誰もお助けする機会がありませんが、ずっと車に積んでいますと、その説は本当にありがとうございましたと。いや、助かる。確かに助かるよね、あれね。九死に一生。あるやっぱり上山。あるある、上野原に向かう途中でね、夏の暑い時にね、徳永明左に乗せてたんですよ。あっち方面行こう、ちょうどトンネルの手前でブワー吹き出したから、オーバーヒート。オーバーヒートだったんですよ。でも、横につけて、とりあえずじっとしてよ、とか言って、ちょ、電話どうすんの、電話。はいはい。JF ですか、JAF に。JAF? あそこに電話したら、やっぱちゃんと出ますね。どうされました？携帯はなかったの、まだ。ないです。あ、時代的にね。ないですね。それでもう繋がって、またその人がまた親切な人で、大丈夫です。ちょっと冷えるまでちょっと待って、いきなり水は入れられないんで、ちょっと待ちましょうね、なんて。で、しばらくしたら、入れてくれて、とりあえずもう中にあったやつ、不凍液、あれいかんねえ。ガソリンスタンドが進めるのよ。あ、そう、冬場になったらね。そうそうそう。よく、そうかそうか。それ入れたまんま、真夏になってしまう。真夏はちょっとね、余計裏目ですよ。なるほどね。えらいことになったの覚えてますわ。でもなんかそのJAFの人優しいね。ゆっくり行きましょうね。左ゆっくり、僕もゆっくり行きますから、とか言って。いつからオーバーヒートの話になっちゃったの？おい。最初、ブースター話じゃなかったのね。そうやん。え？いやいやいや。なんか、困った時に助けてもらった。そうね。そうそうそう。そういう人がたまたま笑われるのよ。そうですよね。地獄で仏だらけ。仏、仏だらけ。なんかこう、ニュース見てると、本当にさっきもそうだけど、ね、こう、良くないことがやっぱりいっぱい出てくるけど、いろんなネットとか見てると、日本について感動したことは、落とし物が8割から9割の確率でそのまま、起こるべきことです。帰ってくるということを、なんか僕らはなんかもっと誇りにした方がいいと思うよね。いや、ずっとその気持ちを。嫌なことで殺人だとかそのばっかりのような気がするじゃないですか。でもこれ世界的レベルから言ったらもう本当少ないんですよね。本当に少ないですよ。日本って。はい。あれだけピックアップされるから。そう、されるからね。年中必ずある気がするけど。だから、変に、なんかこう変にニュースに惑わされないように。そうなんです。夜中に街中を一人で歩ける女性が。あ、平気で歩ける。それは本当に日本ぐらいだ。いや、大したもんですね。やっぱり海外から来た人はみんな言うっていう、そんな日本をやっぱり令和になってもちゃんと守っていきたいなと。そのままで行きたいよね。行きたいなと思いますね。はい、ロッド・シュワート、セーリング聞いていただきます。独特ですね、やっぱり。ね。一声でわかるっていう。わかるわ、ロッド・シュワート。すごいよね。かっこいい。あの声。しゃがれ声が日本でも、そうですね。やっぱりすごい注目されたきっかけかもわかんないね。ロッド・シュワートね。はい。お便りの宛先言っておきますね。お願いします。メールは、ヤンキンアットマーク、mbs1179.com。ファックスは、大阪0668-09-9090。おはがきは、郵便番号 530-8304。MBS ラジオ、アリスのヤングタウンの中の、チンペイのちょっといい話まで、お便り、お待ちしております。こちら、ヤンタウン。毎日放送です。キンちゃんの、オンリーミュージック。ヒューヒュー。はい、誰の意見も聞
かない、いやいやいや、長野一体のコーナーでございます。はいはいはい、もうそこまで。今日もじゃあおはがきから読みましょうね。はい、京田辺の丸さん、金ちゃんいつもマイペースでクールな子のコーナー期待させてもらって聞いております、うん、嘘つくなよ。そうやって書いてあるの、また自分でお便り出してんね。違う違う、ネーム作って、違うの、何がクールやで。クールちゃん、あったかい。クールリ、クールリ、すごい。すげえ、ものすげえクールリ。リクエストのかかることは期待しておりません。は、うん、い、あ、ね、ほら、うんうん、質問の答えに答えてもらわなくても構いません。もう、もう分かってるね。分かってる。広いな。要するに、金ちゃんの音楽や人生観が好きなのです。うん、にもかかわらず、ネパールの民族音楽について教えてくださいって。何の言うの、お前。聞いてんの、ね、頭おかしいよ、お前。僕、ネパールのこと知らない。さて、今日はどんな曲がかかるのか楽しみですと。うんうん、ちょっとネパールの民族系ですよ、僕、全然知らないんだけど。僕も聞いたことないね。時々ネパール人って言われるけどね、俺。うん、それは怒れ、だから。やかましい。名言だから知ってるでしょ、ネパールとかそういうのは。知ってます、知ってます。ね。うん、なんで、そんな、音楽優しい人で。ちょっと、田辺の丸さん、本当ごめんね、うん。ネパールの民族学校、本当知らない。いいとこよ。うん。反対にいいとこ、うん。中央アジアなんですよね、ネパールは。うん。はい。中央。中央アジア。まあ、いや、ごめんなさい。先生、ネパールはちょっと調べとこうね、このね。すごい弱い。はい、今日はもうネパールとは全然違うところ。はい、今日のね、お話時間。今日は実はハワイに飛んでみました。うん、おこれはですね。全く違う。ええ、全く違う。ネパールじゃなくて、パールハワイ。これは私の18ぐらいの時の思い出とともに、うん、誰もが知ってる曲なんですが、はい、実はビヨンザリーフってありますよね。サンゴ礁の彼方、はい、あの曲。大ヒットですよ。ビヨンザリーフってやつね。歌うか。そうそうそう。この歌はもう、あの、実は1949年僕たちが生まれた年でしたね。そうだね。うん、その、イギリスのね、うん、ピアニストでジャック・ピットマンっていう人が、うん、ハワイに訪れた時に、うん、その美しさに魅せられて作詞作曲したものなんです。イギリス人がそうなんです。イギリス人作ってんだ。それを、翌年、ビング・クロスビーが歌って大ヒットした。ああ、すごいな、ね。それで日本では、うん、ハワイから帰ってきた、うん、山口敏子さん、うん、この方が歌ってヒットした。お、う、ぉ、ん、という曲なんですけどね。うん、でこの曲何を思い出があるかっていうと、その当時、僕たち、あの、バンドやってる人にとってね、うんうん、あの、ステータスってある。わけじゃない。例えばホテルに出るとか、はいはい、それはそうですよ、はいはい。このね、プールサイドでやるっていうのはね、結構ステータスなんですよ。あ、そうなの？うん。へぇ、あの、ギャラもいいし、うんうん、ある程度上手くないと入れないの、絶対ね。へぇ、そう。それで僕たちやった時に、当然、あの、演奏で、うん、そのホテルでやる時もあるけど、うん、プールに行くっていうこと自体、うん、ホテルのプールに行くってこと自体がもう、特別なんですよ。来る人も特別なんですね、ステータスなんですよね。いや、やっぱそりゃそうだと。それで僕はだから、その時に、東プリ、うん、東京プリンス、はい、それと赤坂プリンス、はい、この二つがね、ちょっとステータスいいんです。もうプリプリやん。そうなん、うん、だから赤プリでは美空ひばりさん、うん、見ましたね、僕。あ、そう、うん、やっぱり、ね。来てました。うん。うん、それとあと他は、綺麗な人しか昔はいなかったイメージがあるんだよね、すごい。スタイルが良くて。やっぱりそうかな。娘さんっていう感じの人が。やっぱスペシャルな感じだもんね。そうね。スターだもんね。うん、スターだもん。それでそこでですね、うん、流れる音楽ね。流れる音楽。スタイルのいい子がいっぱいいて、うん、で、プールサイドの飲み物。はいはいはい。うわ、新平さんたちはなんか、ホテルのプールとか行きました？あ、行きましたね、何回か。なんかあの、傘立ってる。傘が立ってる。あの、うんうん、はいはい、ね。ちょっと、ワイハーの飲み物みたいな。そうそう、ハワイ、ハワイ、ブルーハワイとかね。ブルーハワイとか、なんかそういうパイナップルがこう、突き刺さってるみたいなやつとか。ちょっと子供っぽいやつね。そうそうそう。うん、そうそうそう、僕は、あの、大人は、うん、どっちかって言ったらかな、うん、ジンのベースのジンリッキっていう、うん、あの、透明なサイダーっていうか、まあ、ジンに炭酸入れて、ライムがこう、入ってるだけね。ジンライム。ジンライム。ライムじゃなくて。ジンリッキね。リッキ。うん、炭酸が入ってる。おしゃれ。ジンをだから炭酸で割って、ライムを入れたもの、うん。なるほど、ね。おしゃれだわ。それ飲んでるのがこう、かっこいいかなっていう。あ、で、釣り堀なんかじゃないのも。ジンが今日は全然つらいね。もう、取られてばっかりや。今日は、ほんま。まあいや、それでね、この曲をね、その、やるときは僕そんな好きじゃないの。この曲を演奏するときは。ただけど、これがプールにて流れるじゃないですか。その時のね、なんかプールを渡る風というか、時代の風というか、
もう毎日が青空でこう満たされてた、なんか夏休みっていう感じのその、するする。それがね、この曲を聴くとグッとくるんですよ。それがあえて、その、ハワイアンだとギターとスチールギターとウクレレとベースで、まあ、やるわけじゃないですか。それだとあまりにもあまりなんで、今日ちょっとオーケストラで、オーケストラで弾いてもらって、これ感じこの時代の空気を感じ取ってもらいたいと。これいいね。はい。ぜひ。その時代の空気を感じてください。はい。はい、はいね。時代感じるね。感じるね。みんな寝てなかったでしょうね。途中から気持ちよくなって。なんかものすごいやっぱ優雅だもんね。そう、これね、今日音が今までとちょっと違うと思うんだけど。うん、そうだね。これレコードなんですよ。ね。金ちゃんが LP 版をわざわざ持ってきてくれて。うん、なんか、そのデスクに蓄音機が置いてあったんですよ。蓄音機ね。蓄音機ね。ねえ。おしゃれだね、今見ると。だから今聞いていただいたのは完全にアナログの、うん。うん、音色ですよね。あったかいよね。あったかいよね。全然違うもんね。なんか時代はまたアナログに戻っていくっていうか。うちの近所にもできてるんですよ、2、3軒。あ、そう。あ、できてるの？できてる。じゃあ、アナログ、アナログって今までバカにされたけどよかったじゃんな。おい、ちょっとそこで、ドア閉めてくれる、ドア閉めてくれる。ちょっと意見したいかな。はい、じゃあ、宛先を、金ちゃん。はい、宛先、じゃあ、このコーナーに興味ありっていう方はね、あるよ、あるよ。ぜひ、ぜひ、お便りお待ちしております。メールの方は、ヤンキンアットマーク、mbs1179.com。ファックスの方は、大阪06-6809-9090。よし。おはがきの方は、郵便番号 530-8304。うん。MBS ラジオ、アリスのヤングタウンまで。かまずに言えば。ハワイ行きたいわ。もうあの頃ってハワイって言うと、夢っていう単語が頭についてきましたよね。もうすごいですよ、うん、夢の国ですもん、ねうん、夢のハワイへアップダウンクイズとか、もう夢のハワイへっていう特別ですよ、ね、当時さ、うん、もう僕たちはほら何度もねみんな言ってるでしょ、うんうん、したらあの美しさだけど、うん、当時はもっと美しいんだよね、うん、きっと。いやそれはそうよ、ね、うん、本当になんだろう、こう旅行者も少なくて、うん、そうですね。本当にまさに楽園と、ね、楽園のんびりしてる、うん。今もなんかハワイに住んでる方の情報を聞くと、うんうん、今やっぱりすごい人が多くて、京都化しちゃってるんじゃないか、うん、ね。ちょっと多いね。なんかちょっとそれが寂しいなんて言ってらっしゃいますけどね。うん、はい。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、アリスのヤングタウン。お相手はアリスの谷村新司と堀内孝雄と、そして矢沢透でした。それじゃまた来週。さよなら。電車に乗って大阪駅を出発した。少し走るともう雪景色綺麗。そういう私。そうだね。満足げなあなた。でも私は電車でよかった。あなたの運転でこの雪無理と思っていた。ん？どうした？ううん、最高。列車に乗って冬のグルメに温泉スノボ、絶景までゆったりと最高の銀世界へ行く。お得な旅は JR スノーリゾートで検索。 JR 西日本。